シャルル・ウジェーヌとフーコード・ポンブリアンはフランスのカトリック教会の神父で探検家、地理学者である。1858年、ストラスブールに貴族の家に生まれる。両親にとってシャルルは二人目の子供だった。ベルサイユでイエズス会のリセを卒業し、1877年にサンシール陸軍士官学校を卒業した。フランス領アルジェリアに渡り、 その後はモロッコに入国して調査を始めた。1888年に著書モロッコのルネサンスを発表した。帰国後、彼はパリのサントギュスタン教会に配属された。1890年に現立指導会に入会し、シリアやナザレに向かった。トゥアレグ族と共に行動し、彼らの文化を調査した。突然、彼は1916年に、 タマンラセット近郊で暗殺された。フランス支配に反発したサヌーシ教団によって差し向けられた資格による犯行ではないかと言われている。2001年4月24日に教皇ヨハネ・パウロ2世によって尊者に2005年11月13日に教皇ベネディクト16世によって劣服された。ありがとうございます。